時期ですけれども、はい、今暑さ大丈夫ですか？いや、かなりタマスタの方暑いんで、もう多分顔もだいぶ焼けましたね。ちなみに夏はお好きですか？夏はもう本当に汗かきたくないんで、もうクーラーの効いた部屋でゴロゴロしてるのが、本当ですか？はい、暑いと体力奪われますよね。ここでそんな夏に食べたいものをドラフト。柳町監督の指名に注目。まずは3位指名からいきますよ。かき氷で。かき氷、はい。なんか夏だなって感じると思います。ちなみに何味が好きですか？やっぱいちごに練乳をかけて食べるのが一番好きです。続いて第2位は一体？スイカです。スイカ、はい、じいちゃんが作ってくれたスイカは、はい、美味しかったですね。格別に美味しいでしょうね。はい、実家で畑を所有してて、そこで、はい、もう結構何でも野菜は、はい、作ってました。柳町選手と野菜の意外な関係が明らかに。野菜といえばファーム敷地内のひなまる農園。選手も野菜のお世話をしているんです。ひなまる農園という農園を作っておりまして。あ、本当ですか？はい、じゃあぜひ、はい、そうですね、柳町選手もし機会があれば。はい、機会があればお願いします。はい、栄えある1位は、皆さんも一緒にお考えください。これはそうめんです。夏ほとんどそうめんだったんじゃないかってくらい、そうめんだったかなと。はい、夏場食欲ない時に食べてたそうめんが1位です。あ、本当ですか？はい、夏バテ防止にたっぷり食べて、柳町選手また一軍でも活躍を見せてくださいね。早く一軍に上がって活躍している姿を、見せれるよう今後とも頑張っていきたいと思います。冷やしうどん、うなぎ、うなぎ好きなんでうなぎが1位です。もう夏関係なくなってるけど。伝説のポップス応援番組が10年ぶりに完全復活。期待の若鷹から主力選手までその素顔に迫ります。毎週日曜夜9時54分から。